ボルジアへ文書のミシコアトル。島模様が特徴的であるミシコアトルはアステカ神話の狩猟と戦争の神。ミシコアトルとはナアトル語で雲の蛇を意味する。名前から本来は天の川あるいは天そのものであったかもしれない。図像的には赤と白の線上で特徴を付けられる。黒い仮面をつけてしばしばその上に星が散りばめられている。これらの点では トラビスカルパンテクトリと共通するが、狩猟神としての性格上をミシコアトルは、しばしばカリウドの格好をし、弓矢や獲物を運ぶための網の袋などを手にしている。絵文書中では、狩猟道具ではなく、武器を手にしている。カリウド及び戦士の神であったが、この機能はメシカの蜜ロポチトリにとって変わられた。しかし、蜜色ポチトリが太陽と関係するのに対し、 ミシコアトルは星と関係する。ミツイロポチトリとミシコアトルが同一視されることもある。絵による歴史個人の歴史ではトナカテクトリの生んだ四神の一人である赤いテスカトリポカとミシコアトルが同一視され、またテスカトリポカがミシコアトルに変身したとも言う。弓切りの発明者であり、初めて火打ち石を使い人類に火をもたらしたとされる。 ミシコアトルは、オトミ族、父チメカ族、および父メカの子孫を自称する多くの共同体の守護神であった。別名をカマシュトリといいトラスカラジニやウェショチンカなどアステカと敵対する集団の最高神として崇拝された。ケツアルコアトルの誕生について資料によって違いがあるが、ミシコアトルが父とされることが多い。 ケツァルコアトルの母の名は様々に伝えられ、最も普通にはチマルマンであるが、シワコアトルや、その他の地母神が当てられることもある。また、ミシコアトルは400人の息子と5人の娘を太陽のための生贄に捧げ、その生き残りがケツァルコアトルの母になったという伝説もある。さらに混乱することに、チョルーラでは、ミシコアトル自身を最高神であるケツァルコアトルの威嚇とする。 アステカ歴では、シウポアリのケチョリにミシコアトルの祭りがあった。カルードは捕らえた動物を火の神に備え、その後に食べた。また、ミシコアトルとその配偶であるヤサトラミアワルに扮した人物などが生贄にされた。ありがとうございます。